いろんな動画でジャンプとしゃがみ同時押しって言われてるんですけど、これ間違いで、ここでしか練習しないとこの高さでしか感覚つかめてなくて、はい、では本題のスーパーグラインドを解説していくんですけど、スーパーグラインドを成功させるポイントっていうのが2つあって、1つ目がボタン入力、いろんな動画でジャンプとしゃがみ同時押しって言われてるんですけど、これ間違いで、厳密にはジャンプの方が速いですね。ジャンプしゃがみっていう感じですね。でこの感覚っていうのが 0.01 秒とか、もうほぼ同時なんですね。でも同時だと絶対に成功しません。はい、でポイント2つ目に入るんですけど、まず APEX の仕様の話に入るんですけど、崖を登るときに視点ってこう右左向けるんですけど、この角度が決まってて、この崖の高さだったらここまでなんですね。登り切った後はぐるぐる回れるんですけど、登ってる最中ここまでしか向けないんですね。で一個注意してほしいのが、これ高い壁っていうのは視点振ると落ちちゃうんですね。っていうのがまあこの崖壁登りの仕様っていうのでちょっと覚えておいてほしくて、でさっきのエイペックスの仕様を、まあ、理解したところでポイントの2つ目入っていくんですけど、崖を登りながら視点振った時のこの限界カクってなるこの瞬間にボタンを入力するっていうのが、まあ、ポイント2つ目となっております。実際やってみると今みたいな感じですね。はい、でちょっと見てもらった後に次は3人称視点でやっていきたいと思います。といった具合で見てもらった通り、使用を利用したスーパーグラインドのやり方というのを今回解説したんですけど、でコツとしてはカクってなる瞬間に押すっていうのがポイントで、カクってなってから押すのじゃ間に合わなくて、カクを感じてたら感じれていたら遅いっていうのがまあコツとして1個ありますと。これのやり方の何がいいって、壁の高さ関係なくできるってところなんですね。スーパーグラインドを練習する人ってみんな この鉄板でやってると思うんですね。この鉄板って実践でないんですよね。でしかもここでしか練習しないとこの高さでしか感覚つかめてなくてスーパーグラインドができない、まあ、こういうちっちゃい壁とか、まあ、こことか登った時にしたくてもできないっていう人が多いと思うんですね。今回解説したやり方っていうのは登れればどんな壁の高さでもできるんですね。カクってなるんでタイミングがつかみやすいっていう話ですね。はい、今回はスーパーグラインドの成功率を簡単に上げるコツっていうのを解説してみました。よかったら練習してみてください。ご視聴ありがとうございました。